ハルサフリエニの地下墳墓は、マルタ島のパオラで発見された、紀元前2500年頃に遡る地下構造物である。本来は、宗教上の聖域として作られたと考えられているが、戦死時代のうちに共同地下のお骨堂に転用された。これは、世界で唯一の戦死時代の地下墳墓である。この遺跡は1902年に偶然発見された。 新しい住宅開発のために貯水槽を切削していた労働者が遺跡の屋根を突き抜いてしまったのである。労働者たちは当初神殿を隠そうとしたが結局は公表された。構造物の研究は当初ザ・ミュージアムズ・コミッティを代表して発掘を主導していたイエズス会師・会イマヌエル・マグリに委ねられた。マグリは その報告書が交換されるのを見ることなく、1907年に亡くなった。マグリの休止を受けて、発掘はテミザミット教の下で再開された。1980年にはユネスコの世界遺産リストに登録され、その記念としてマルタの切手のデザインには、この地下墳墓が採用されたものがある。1992年から1996年の間は、 修復工事のため観光客の立ち入りが禁止された。再公開後は入場者数が制限されている。2007年時点では1日の入場者数は最大で70人である。第一階層はマルタのゼムシージャで発見された墓に似ている。いくつかの部屋は自然の洞窟をもとにして人工的に拡張されたものである。出土品からはこれが 最古の階層であると言い得る。当時の建設者たちがこの階層では、もはや十分でないと判断した時に、第二階層が開かれた。第一階層は、地上からわずか10メートル下に位置している。眠れる、貴婦人像この階層は、石像建築の白微と言える技術を見せてくれる。中央の部屋、イタリ聖書、新宅の部屋など、いくつかの重要な部屋を見ることができる。 この部屋は岩をくり抜いて作られたほぼ円形の部屋である。多くの入り口が掘られているが、別の部屋に繋がっているものもあれば、形が掘られているだけで開かないものもある。壁面の多くには、オーカーで薄い赤色がつけられている。眠れる、貴婦人像が発見されたのも、この部屋からである。副葬品だったと推測されているこれらの肖像は、バレッタの考古学博物館に保管されている。 新宅の部屋はほぼ直角形で、中央の部屋につながる部屋の中では、最小の部類に属する。この部屋には、力強い反響を生み出すという冬代わりな特色があった。男性ののぶとい声は反響するが、女性の細い声は反響しないのである。この部屋には、赤いオーカーで描かれた、螺旋模様と、反転からなる精緻な天井画が存在している。 新宅の部屋を出て、右側に別の広々とした円形の部屋がある。その部屋の傾斜がついた壁の滑らかな壁面は、螺旋塔を描いた幾何学的模様で埋め尽くされている。第二階層には2メートルの深さの穴がある。蛇を飼っていたか、施しを集めていたかのいずれかの目的に使われていたと考えられている。この部屋の中心は、 トリリトンの中にある銃眼のような穴だが、そのトリリトン自体がより大きなトリリトンの中にあるので、ある。最下層からは、骨は見つかっておらず、水しか出てこない。そのことは、この階層が穀類か何かの貯蔵庫だったことを強く、うかがわせる。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。春サフリエニの地下墳墓は、 マルタの代表的な観光名所である。しかし、その年代的古さからマルタの史跡を管理する行政当局は、1日あたりの観光客数を70人に制限している。このため、当局は、見学するときにはかなり前に予約申請をするよう求めている。ありがとうございます。